イランと北朝鮮の関係を両国の国営通信社は前向きであると表現している。イランと北朝鮮両国は1979年のイラン革命で国交を樹立、1980年10月に北朝鮮はイラン・イラク戦争でイランを支援したことを理由にイラクから断交されており、共産権とイランの間の兵器取引の仲介を務めると同時に、 自国製兵器をイランに売却することにより、軍事的協力は始まった。シャハブさんは、ノドンを元に開発されたと考えられている。教育、科学、文化面における協力も表明し、同様に、イランの各開発計画での協力も報道されており、米国は、両国の兵器取引を強く懸念してきた。北朝鮮は、今もイランに、 ミサイルや核技術の売却を続けているとの見方があるが2011年5月にイランのアフマドバヒーディ国防軍需大臣はイランは防衛産業において完全に自給自足を達成しており他国の協力を必要としていないと述べ両国間におけるミサイル技術取引の存在を否定イラン外務省のラーミーン・メフマーンパラスト報道官も2012年12月の記者会見で 核やミサイルで両国が協力関係にあるとの報道を根拠がないものとして否定している。なお、自国での人工衛星部打ち上げは、イランが北朝鮮に先んじて2009年に成功させている。ジョージ・ W ・ブッシュ前米大統領が唱えた悪の数軸の二国の関係は、今も変わらず多くの懸念を生み出している。 2013年2月12日の北朝鮮による核実験後の記者会見でイラン外務省のメフマーンパラスト報道官はいかなる国も核の軍事利用を行ってはならないと述べ間接的に北朝鮮を批判した。しかしその後複数の中距離弾道ミサイルに搭載可能な小型核弾頭の開発責任者を含むイラン人科学者が立ち会った可能性が浮上。 写真したのは、イラン側で、対価として、数千万ドル相当を、中国の人民元で提供するとの条件を提示した、と報道された。2017年1月28日に、イランが発射した、中距離弾道ミサイルは、ムス弾と見られている。イランの元情報通信技術大臣である、モハンマド・ハサン・ナーミーは、北朝鮮の近日清総合大学で博士号を、 取得した人物である。ありがとうございます。